バウンティーラッシュの謎参戦。バウンティーラッシュ初期からいるカヤ。与えられたスキルは気持ち程度の移動速度増加と体力回復。さらにやる気のない特性たち。なぜこのようなバチクソ激弱キャラに星4のポジションが与えられたかは未だに謎である。ドンマイスタンプの存在。バウンティーラッシュで無限に湧き出てくるのが煽り2機。そんな彼らに今や1秒たりとも手放せないアイテムがドンマイスタンプ。相手をねぎらう言葉であるこのドンマイだが、本来のの意味で使われていることはほぼない。なぜ運営がこのスタンプを実装したかは謎である。一味の勢ぞろい。バウンティーラッシュの大人気要素であるガチャ、皆が皆神引きをしたくてうずうずしている。それを判断する要素として重要なものがガチャ演出である。その最上級とされているのが一味の勢ぞろい。しかしこの演出、実は期待外れなことも多い。超フェスはおろか、ピックアップも出ずに星4キャラが数体出ただけという報告も後を絶たない。